どうも、こんにちは。前回コロニー舞踏伝編を全攻略しましたので、今回から新たな世代アフターコロニー編やっていきます。アフターコロニー編は新機動戦機ガンダムウィングの世界となっていますね。それでは早速やっていきましょう。地球から巣立った人類は、宇宙コロニーでの生活に新たな希望を求めていた。しかし、ロームフェラ財団を中心とした安全保障組織地球圏統一連合は、正義と平和の名のもとに圧倒的な軍事力を持って各コロニーを制圧していった。アフターコロニー195年、武力による支配体制を貫く連合に反目する一部のコロニー居住者たちは、ある作戦を開始する。作戦名、オペレーションメテオ。流星に偽装した5機のモビルスーツガンダムを地球へ送り込み、連合の中に潜む軍事秘密結社オズに対し破壊活動を行う作戦である。しかし、この作戦はすでに連合本部に察知されており、オズ総帥トレーズ・クシュリナーダの巧みな情報操作によって、ガンダムたちはニューエドワーズ基地へと集結しつつあった。今、地上に落ちた5つの流星が世界を新たなる時代へと向かわせる。流血へのシナリオ。Thank you.
ここからは編成の確認やっていきます。まずは前回捕獲した機体を確保しました。このデスバットからは、なんとデビルガンダムを開発できてしまうので、頑張って育てていきたいと思います。続いて機体の開発や設計の確認。まずはデュエルガンダムをデュエルガンダムアサルトシュラウドに開発。原作ではイザークが長らく使用していた機体。ま、このゲームイザークをスカウトできないんですけどね。マヒローをバンデットに開発。これ以上はマヒローにしかならないのでここで打ち止め。本機専用のアビリティ UG アーマーのおかげで、実弾や物理攻撃に対して耐性が高い。ビルゴ2をサーペントに開発。量産型ガンダムヘビーアームズみたいな機体。豊富な武装で敵を選ばず戦える。しかし近接攻撃はできない。ウィングガンダムゼロをトールギスに開発。ゼロカスタムにしようかなとも思いましたが、以前設計していたので、あえて開発してない方にしてみました。ジンクスをガンダムスローネアインに開発。スローネアインはゴリゴリの射撃機で、1から7まで射程に全く隙がない。しかし全てビーム攻撃なので相手によってはきつい。もう1機のジンクスはスローネつぶあいにしました。こちらは逆に近接機で、射程の長い近接攻撃ができる。遠距離は半分で攻撃できるが、覚醒武器なので連発はできない。メビウスゼロをエグザスに開発。モビルアーマー系はここで打ち止めとなり一応最終形態。メビウスゼロと違いミサイルも装備しているので、火力もなかなか。最後に今回の編成の確認。ウィングゼイを配置していますが、ゲストと自分のキャラが被った時は、自分で育てた状態のままゲスト化するので、その時は自分で好きな機体に乗せて使用することはできなくなります。なので該当の世代の時は、自分から外しておいた方がいいですね。ま、今回はステージ1だったのでこのまま行きます。それではユニットを配置してスタートしていきましょう。今回は5機のガンダムたちと共に、オズの基地を攻撃していきます。前回のステージに比べると敵の利用は数が多いものの、HP が8230しかない上に耐久もかわいそうなくらい低いので、ガンダムクラスの機体なら無双できてしまいますね。ま、とりあえず初期配置のまま前進していきましょうかね。聡明が取り除く。破壊する。しまった！もう持たない！うわあ！さーて、一丁行きますか！せやー！いい気になるな！捕まえたぞ！ちぃ、当たっちまったか。逃げてくれれば倒さずに済むのに。やらせない！はぁ！咲き上がって撃つ。よし、この程度なら。迂闊な行動は死につながる。終わりだ。なんだと。限界だというのか。うわあ。次は俺が決める。機体が。特に苦戦する要素もないので、スピードでノベイタの乗るキャトルを撃破していきましょう。聡明が取り除く。
遅い。障害を取り除く。遅い。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。フォースブレイクして背後よりゼクスのトーグリス、ノインのエアリーズ隊が出現。自分は反転して迎撃していきましょう。ノイン機は撃破しても影響はないので先に撃破しておきます。楽しませてくれよ。この戦いは避けられんか。終わりだ。何
なぜ戦う？食らえ！動きが見えんだよ！止まれ！止まらんと撃つ！こんなか。だから甘い！まだ無意味な戦いに飽き足らないのか？来たか？私に力があれば。ノインキを撃破したので、そのままトールギスを攻撃していきましょう。トールギスは性能的にはバランス型で、攻撃手段も2種類だけでとってもシンプル。武器の尖ったガンダムたちで各々攻撃していけば、楽に倒せるかなと思います。こいつ、落としていいんだよね。どれほどのものか、試させてもらおうか。でぇ！えい！仕方あるまい。沈め！ふん。あれ？もう終わり？データにはない機体か。何であろうと、邪魔するならば戦う。舐めてもらっては困るのだよ。迂闊な行動は死につながる。どれほどのものかは試させてもらおうか。終わりだ。えい！決着をつけるぞ。沈め！駆動系に問題なし。戦闘を継続する。ガンダム？いや、この機体は違う。いい勘をしている。だがそれだけでは私には勝てん。逃げてくれれば倒さずに済むのに。どれほどのものかは試させてもらおうか。捕まえた。決着をつけるぞ。沈め！このままじゃダメだ。なんとかしないと。最強の敵として認め合い戦う。この申し出を受けざるを得まい。ガンダムのパイロットとして。プロトタイプリーをオーズが完成させていたのか。障害は取り除く。来たか。抑え。すまん。屈辱に付き合ってくれ。
最後のボーズブレイクでミサイルとティターンズが出現。制限ターンまでにミサイルをすべて撃破しないとゲームオーバーになるので、自分を各方面に展開して撃破していきましょう。ちなみにミサイルの場所は4つあり、左右に2箇所ずつありますが、ステージが縦長な上に場所はそんなに離れていないので結構すぐたどり着きます。戦果を上げればこっちのもんだ。戦いの厳しさってのを教えてやるよ。そこか。やってくれる。捕らえた。避けてみな。どうってことはない。ミサイル登場から3ターン経過するとティターンズが撤退。あとは残ったミサイルの撃破だけになります。かなり余裕こいて攻撃してても十分間に合うくらい。戦争の死骸があるってもんだぜ。俺は戦争が好きで好きでたまんねえんだよ。こいつで最後のミサイルを撃破してステージクリアとなります。ここからはリザルト画面になります。ステージ1ということもあり、敵の数は多いけど中身は大したことないですね。でもいきなりこの世代から始める人にはターン制限とかもあって辛そう。今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。